マキタスポーツが全国ツアー、マキタスポーツの世直し替え歌ツアー、世情の荒で飯を食うの開催を発表した。まずは広島と福岡で開催される。このツアーは2023年から続くシリーズで、音楽と笑いを融合させたマキタ独自の解釈で社会の様々な側面に鋭い視点を向けてネタにするライブ。今回のサブタイトル「世情の荒で飯を食う」は、世の中にある見過ごされがちな事象をテーマに、マキタ曰く世間が生んだ荒を使って美味しい料理にするようなものとのこと。音楽とお笑いの境界を曖昧にしながら幅広い層に楽しんでもらえる内容となっており、今後新たな公演も予定されている。福岡公演ではマキタとの音楽評論コンビが、テレビでおなじみの音楽評論家スージー鈴木がゲストに決定。今回のステージでは2人の番組さながらの軽妙なトークと音楽に対する深い洞察を生で体験できる機会となる。マキタスポーツコメント、もっとテレビとか出ればいいのにと言われることがあります。その度にそうですねと言っています。毎年新ネタライブをやり、ツアーを行ってはいても、テレビでネタ番組やバラエティに出てるわけじゃないので、いかんせん知られていなさすぎる。じゃ出ればいいじゃないかって話ですが、お笑いって自分にとってすごく大事なものなので、他人にイニシチュアティブは取らせたくない。またなんだか遠慮しちゃうのも嫌。マキタスポーツのネタライブは食堂みたいなものだと思っています。というか芸人もアーティストもみんな大なりこなり、本来はお店の経営者だと思うんです。テレビは言ってみれば大型ショッピングモールのフードコート、出演者はそこに出店している店のようなもの。僕はそれを選びません。他の戦略で自分の作ったものを売り歩くだけです。幸いコロナ禍以降、少しずつお客さんが戻ってきました。私のネタは世間が生んだアラを使って美味しい料理にするようなものです。ゴミやクズのように捨てられたり、価値がないと思われているようなものを使って美味しく料理、深くコクのある旨味を引き出してみせましょう。マキタシェフの出張版世情のアラ料理店の開店です。ライブイベント情報、マキタスポーツの世直し替え歌ツアー、世情の荒で飯を食う出演、マキタスポーツ福岡公演、2024年11月23日土曜日会場、福岡リブラボ会場を12時、開演12時30分、料金前売り4500円、税込みドリンク代別、全席自由出演。マキタスポーツゲスト数字鈴木、2024年9月18日土曜日18時、受付開始。リブラボウェブサイトの予約フォームより https://livelabo.com/お問い合わせ。福岡リブラボ https://livelabo.com/広島公演、2024年11月24日日曜日会場、広島横川シネマ会場13時30分、開演14時、料金全席自由4500円、税込みドリンク代別出演。マキタスポーツ2024年9月18日土曜日18時、受付開始。メール予約、当日生産ご希望の方は件名を 11.24 マキタスポーツの世直し替え歌ツアー予約として、お名前、枚数、ご連絡先を明記して、シネマショートトーン mx41.tiki.me.jp までお申し込みください。会場予約問い合わせ、横川シネマ0822311001、 http://yokogawa-cine.jp。 ライブイベント情報、ライブマキタスポーツ、マキタスポーツ島津綾、2024年10月16日水曜日、ファーストショーオープン17時、スタート18時、セカンド
ショーオープン19時45分、スタート20時30分会場、コットンクラブ、東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビル時は2階、出演、マキタスポーツメンバーマキタスポーツ、VO&G、カロエサウアー、G、スーパー森の、B、ジミー岩崎、PF、うちのファンタジー、DS、ゲスト、島津亜矢、歌怪獣全席指定1万1000円。税込みご飲食、オーダー別20歳以上の方ご同伴で、小学生以上18歳未満のお客様もご入場いただけます。ただし、学生服等でのご入店はお断りしております。ご来店順でのご案内となります。ボックス席の販売あり、ベッドシートチャージが必要です。詳しくは、コットンクラブウェブサイトにてご確認ください。チケット発売日7月24日水曜日12時、コットンクラブウェブサイトにて予約開始。コットンクラブ http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/reservation/コットンクラブ0332151555。お電話での予約受付は7/26金曜日12時となります。問い合わせコットンクラブ http://www.cottonclubjapan.co.jp/03-3215-1555 午後12時午後7時。